さあ16歳の全日本チャンピオン登場ですが、おお姉さんの舞選手が愛犬のトイプードルのエアロを連れてきて、あ、抱きました。スペシャルゲストですか、もしかして。スペシャルゲストです。これがスペシャルゲストですか。スペシャルゲストのエアロですね。2007年初滑り、大好きなエアロとの初共演。どんな演技なんですかね。これはもうワンダフルな演技になることは間違いありません。一緒にジャンプ飛んでくれるんですか、ね、飛ぶんですかね。このツーショットは可愛い。演じるのはオーバーザレインボー。いやー、夢の共演です。これエアロびっくりしてませんかね。いや、いい演技ですよ、エアロも。いいですか。あのドロシーが犬を連れて散歩に行くシーンがありますが、オズの魔法使い、まさにそれを地で言っています。おー、そのエアロはお姉さんのマイ選手が受け取りました。ここからはいつものマオシャンの演技、まずはダブルアクセル。では嵐が来てその犬とはぐれてしまいますが、今このはぐれている状況をしっとりと演じています。国分さん、はい、エキシビションとは思えないような。いや本当ですよ、エキシビションではなかなか見れないですからね、はい、さあそしてこの後実はトリプルアクセルも予定していますが、どうでしょう。ステップからのトリプルアクセルですね。いやエキシビションでトリプルアクセル。そして片手のビールマン、どれをとっても超一流。さあ笑顔の先には、あ、再びエアロとの再会です。あまりにも可愛らしいツーショット。エアロも何か真央ちゃんの胸の中でおとなしくこの初めての大歓声を受けています。これエアロびっくりでしょうね、この。いや歓声は ね、でもおとなしくしてるもんですね、さすがにエアロもトリプルアクセルとはいきませんでしたが。あ、夢の共演はこのエアロとのツーショットでした。エアロもぴょんぴょん跳ねてますからね。跳ねてますね。そしてあの NHK 杯は両足の着氷となってしまったトリプルアクセルも見事に決めて、いや完璧な今日は演技、虹をかけました。さあ真央ちゃんとエアロ夢の共演、その数は一部30点満点、そして表現力も 29.9、 99.5、 夢の共演を
見事このアーティストナンバーワン決定戦トップ優勝輝きました。伊藤みどりさん、それから佐藤さん、お二人はもう両項目で満点。まあ、おそらくこれエアロンにとっては初めての優勝ということに、そうですね、なったでしょうね。そしてお客さん、それからこのジャッジからも大きな拍手が寄せられました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日はエアロと初めて一緒に滑りました。どんな気持ちだったんでしょうか。エアロがいた時はもうすごい顔引きつっちゃってすごい、なんかでもそれでもすごい楽しくて、こういうことは絶対経験できないと、エアロと一緒に出るのは経験できないと思うので、それはすごい嬉しかったし、すごいいい思い出になりました。そしてエアロの前でも、お客さんの前でもトリプルアクセルも決まりましたね。はい、やっぱりそれはちゃんと決めて、はい、エアロ持ってっていうのがあったのでよかったです。さあ、3月には世界選手権があります。やはり狙うはやっぱり優勝して、はい、でもそれよりもちゃんとしっかり自分の技をきちっと決めて200点出せれば大丈夫だと思います。多くのファンが今年1年また応援すると思います。メッセージお願いします。2007年も頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。